まずは悲願の聴覚おめでとうございます。ありがとうございます。感想を。はい、本当に嬉しいです。はい前半すごく苦しい時間が長くてですね、なんとかただ前半耐えてくれたら後半チャンスあるんじゃないかななんていうようなことは思いながら前半やってたんですけれども、ちょっとこれ点取られちゃうかななんていうような流れもあって相当苦しかったんですけど、選手たちはよく頑張ってくれて、後半は自分たちのサッカーがある程度こうできたのかなというふうに思います。はい、トップチームが今めちゃくちゃ強いだけにちょっとユースも、はいっていう気持ちは相当強かったと思うんですけども、はい、その辺の思いっていうのはどうでしょうか。はい、もうトレーニングの時から日本一の素晴らしいお手本がありますのでそこになんとか追いつこうということで選手たち必死にトレーニングしてます。そして結果がねこういうような結果につながったと思うんですけれども、まだまだ未熟なのでさらに鍛えていきたいと思いますけど、はい、まずは昇格おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを聞かせてください。いやもう嬉しいの一言につきます。キャプテンとして、今シーズンのチームまとめる上で何か困ったこととか今まであったら教えてください。そうですね、やっぱり一戦一戦というところは大事にしてて、そこで、負けた試合もあったんですけど、そこの後にチームで声かけ合ってまた練習していくぞというところは良かったなと思います。いい後輩にプレゼントを渡せたなというふうには思ってらっしゃると思うんですけど、どんな来年はチームになってほしいっていう。そうですね、やっぱりトップチームは強いですし、そこの目標に見てる人たちを驚かすようなプレーをプレミアでできたらもっといいかなと思います。最後サポーターに向けて報告を元気よく。無事プレミアリーグ昇格できました。このプレミアリーグ昇格は僕たちの力だけじゃないですし、サポーターの皆様、コーチの方々全員の力があってだと思うので、また来年も応援よろしくお願いします。もっと SMEの昇格しましたどうですか、大丈夫ですか。ありがとうございます。大丈夫ですか。すいません、今の気持ちを。そうですね、1年間やってきた結果がプレミアリーグ昇格っていう一番の目標が達成できて嬉しいです。プレッシャーとかありました？そうですね、緊張とあとはプレッシャーも結構あったんですけど、自分が点を決めてチームを勝たせられてよかったと思います。3-0 で全得点に五十嵐さんは絡んだんですけども、改めてちょっと試合振り返ってもらっていいですか？そうですね、前半は結構相手のペースで押し込まれる時間もあったんですけど、前半の最後後半ら辺から、自分たちのサッカーができ始めてきて、やっと得点が取れて、3点取れて畳みかけられてよかったと思います。後輩たちに何かメッセージを。今まで初めての舞台だと思うので、思い切って、やりきってください。期待することとかあります？そうですね、でも優勝を目指して頑張ってほしいと思います。最後そのサポーターに向かって嬉しい報告を元気よく。プレミアリーグ昇格できました。皆さんの、熱い応援があってのことだと思います。とても嬉しいです。応援ありがとうございます。もっと元気に話ですかきついないやこんなもんで。わかりました、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。こっちもお願いします。はい、こっちもお願いします。はい。